岡田は選手をまとめるのがうまい。2005年以来の優勝を手にし、日本シリーズでオリックスと激突した阪神、18年ぶりに優勝を決めた阪神の指揮を取ったのは、2005年に優勝を決めた時と同じく岡田彰布でした。2005年に岡田が優勝した時にコーチとして共に戦ったのが吉田康夫。吉田は阪神一筋12年の現役生活の後に長年阪神のコーチを務めた人物です。第一次岡田政権を支えていた吉田は岡田について意外なコメントをしていました。岡田の右腕。吉田は1985年に強肩でインサイドワークに優れた捕手として期待され入団しました。しかし通算132試合の出場で1997年に現役を引退。その後は1998年から阪神の2軍バッテリーコーチに就任すると、2004年から2012年までは1軍でバッテリーコーチを務め、2005年の阪神優勝時には岡田と共に苦楽を共にしました。吉田は2023年に岡田について聞かれると、岡田さんは野球では妥協を許してくれませんが、勝負を離れれば情に厚く面倒見もすごくいいんです。監督と講師の間柄の時は憎まれ口を言ったり、正論や自分が思っていることを私たちコーチが先に言ってしまうと認めなかったりするので、私たちもわざと逆のことを言うようにしたりしていた、とエピソードを披露。またプライベートでも仲が良かったようで、吉田は、私は現役の時から家が近かったこともあり、よく食事に誘ってもらいましたし、ゴルフにも連れて行ってもらいました。引退後も一緒にカラオケに行ったら毎回点数を競っていたんです、と話しています。そんな岡田は1997年オフに阪神の2軍助監督兼打撃コーチに就任した時に、現役引退直後の吉田をキャッチングがうまいという理由で2軍バッテリーコーチに推薦しました。吉田はプロとしての実績がほとんどなかったにもかかわらず、コーチとして見出してくれた岡田に頭が上がらないようです。コーチ就任1年目には岡田と給料の話をしていると、その金額でやっとるのかお前ら、それで年俸3000万円とか4000万円の選手どうやって教えるんや、会社に行ったるわ、と話し、実際に翌年の年俸が300万円も上がったエピソードもありました。岡田はその後も吉田と密接にコミュニケーションを図り、吉田をコーチとして育てます。そんな2人は阪神で選手育成に励み、岡田は2004年に1軍監督に就任。岡田はその際に吉田を1軍ブルペンコーチに就任させました。吉田は、岡田さんは意見に耳を傾けてくれて私を立ててくれましたね、とコーチ時代のエピソードを明かしています。このように長年阪神に在籍した吉田は岡田の野球観をよく知る人物です。そんな吉田が岡田について興味深いコメントを残しています。吉田が語る岡田。吉田が語った岡田の凄さの一つは視野の広さでした。吉田は、岡田さんはピッチャーのランニング一つにしても、ゴール手前で緩めるピッチャーがいると、ああいうのは大事な時に力が出ないんやとコーチに話したりしていた。ちゃんと最後まで走り抜ける、ゴールの一歩先まで全力で行くような選手かどうかを見ていた。選手それぞれの本質というんですかね、そういうところを見逃さない、と岡田の見る力に舌を巻いています。また岡田はピッチャーを見ながらバッター陣も見ており、試合で打った打者については、ああ打つと思ったよ、と話し、打てなかった打者の話題では、打たんと思ったよ、調子悪いからな、と話していました。コーチ陣にも目を光らせていたそうで、吉田などコーチ陣が少し談笑していたら、近くに岡田がいなくても後で、お前何しとった、ぐちゃぐちゃ喋っとらんで選手をちゃんと見とけ、と注意されたそうです。吉田は2023年も選手起用がよく的中すると言われますが、そうやっていろいろなところに目を行き届かせていることがつながっているんだと思います、と岡田の視野の広さが阪神の強さにつながったと分析しました。一方で選手から岡田自身が見られていることもよく自覚しています。吉田は、岡田さんは自分からは選手に教えることはしません、その理由はみんなが見ているからです、選手から監督は特定の選手にだけ教えていると言われるのが嫌なんです、教えられていない選手は面白くないですからね、と岡田のスタンスを明かしました。続けて、
選手から聞いてきてくれればアドバイスをしたりはしますが、それもアバウトな感じ。今季も青柳晃洋なんかは聞きに行ったりしたみたいです。どうしても教えるべきことがあればコーチに伝えて、コーチが選手に教える形をとっていましたとしています。吉田は、ひいきはせず、選手を面と向かって叱ることも絶対にしない。選手と話すときは褒めてばかり、そういうところがうまいんですよねと、選手の心をつかむ岡田の手腕を評価しました。また選手に考えさせることを岡田は徹底しているそうです。吉田は選手が工夫なく凡退すると、岡田がピッチャーを揺さぶるとかせえへんのかな、俺だったらするけどなと愚痴る様子を何度も見たといいます。監督であればサインを出せば解決するものですが、岡田は違うやり方でした。他にも待てのサインも出さず、出せんやろ、甘い球が来たら打てばいいだろうしと岡田は話したこともあるそうです。守備ではランナーが一塁でキャッチャーが左バッターのインコースにまっすぐを要求したら、バッテリーコーチである吉田が怒られたといいます。岡田は、一二塁間に打ちたいやろ、なんでインコースやねんと指導不足を追求したそうです。このように岡田は選手に考えさせ、自身と同じように考えられるようになった選手をレギュラーとして起用しました。その結果チーム全体が機能し、優勝につながったようです。また岡田が打順でこだわったのが4番と5番。岡田は4番は大山雄介で行くと決め、大山もその期待に応えました。一方で4番が勝負を避けられたりした時に大事になる5番には佐藤輝明を起用することを決めましたが、佐藤は不振で2軍落ちも経験。しかし岡田は1軍再昇格後も積極的に佐藤を起用し、佐藤はキャリアハイの24本塁打92打点を記録しました。岡田が佐藤も育て上げたことで、相手チームが大山との勝負を避けられず、勝負どころで得点するチームが出来上がりました。岡田はかつて吉田に、各自が自分の成績を上げることに一生懸命になり、それが一つになった時チームになる、まとめるのは監督の役目だから、それぞれ自分のことをやっておけばいいやと話しています。岡田はその言葉を体現し、阪神を優勝に導きました。そんな岡田も2024年は NPB の監督の中では頭一つ抜けて最高齢になります。岡田の手腕。2023年に巨人の原辰徳監督が退任しました。2024年の監督の顔ぶれを見ると、若い監督が多くなり、岡田は唯一の60代の監督になります。2番目に高齢の吉井正人と比べても7歳差。セリーグでは高須慎吾や立浪和義と11歳差と頭一つ年齢は飛び抜けています。そんな岡田ですが、かつて指導された選手たちからも指導方法について称賛する声が上がりました。その一人がオリックスで指導を受けた T 岡田。 T 岡田は岡田のオリックス政権1年目の2010年に33本塁打でホームラン王を獲得しました。 T 岡田は本当に恩師の一人ですね。岡田さんがいなかったら今の自分はないんで、育ててもらったと感謝を口にしています。2009年も7本塁打で終えた T 岡田は、岡田の指導のもと、キャンプでは猛練習に励み、シーズン中もほぼ無休で心技体の全てを鍛え抜きました。その結果ホームラン王にも輝き、 T 岡田はしんどい中で1本を打てた時の嬉しさというのは、しんどさがあったからこそ感じられる、しんどさというのはすごい大事なことなんやなというのはあるかなと、練習の大切さを感じたようです。2023年にプロ18年目のベテランになっても早出練習を行い、休日でも2軍の球団施設で汗を流しており、今でも打てないとやらなあかんというのが絶対にある、勝手に打てるようにはならないからと、岡田からの教訓を大切にし、若い選手たちにも伝えていました。また解説者の廣岡達郎は、今年の阪神を見て思うのは、昨年の村上宗隆のような突出した選手がいるわけではないが、それぞれが役割を理解し実践しているのがわかる。もともと投手陣がいいと言われていたが、先発陣の安定度はリーグナンバーワン。加えてリリーフ陣をうまく休ませながら起用した岡田の采配は見事なもの。守備位置の固定を就任後すぐ提言し、打順もどこかの監督と違って固定していったのも良かった。
と岡田を絶賛。選手起用についても広岡は、若手を起用したら最低でも10試合は使い続ける。1試合や2試合で結果など出るはずがない。選手も1、2試合で結果を出さなければというプレッシャーがかかってしまう。育成とチームの勝敗は相反すると言われているが、試合に勝ちながら選手を育てていくのが本当のプロフェッショナルな監督なんだ。そういう意味で、今年の岡田はよく我慢しながら戦った、と称賛しています。岡田は選手たちと年齢が大きく異なりますが、広岡は、岡田は選手に直接言うのではなく、コーチに進言したり、うまくマスコミを使って自分の思いを伝える。彼なりのジェネレーションギャップを埋めるやり方なんだろう、と岡田のコミュニケーション能力を分析しました。年を重ねても岡田と選手たちにジェネレーションギャップはなく、いい関係を築けているようです。阪神 OB の檜山慎二郎も、今の若い選手は興味を持たしたらこんなこともあるんだと練習に取り組む。興味あるレベルの高い話をした方が余計取り組む姿勢は良くなるね、と話しており、岡田は選手の興味を引き出すのがうまいと称賛しました。オリックスでも監督としての経験を積み名将となった岡田。岡田の指導者としての経験や理論は現在の監督の中でも飛び抜けていると言ってもいいかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。